予備試験警報の傾向,傾向と対策、答案の書き方から逆算する学習法について、今日はお話をさせていただきたいと思います。お手元に B4 サイズあのレジュメがあると思いますので、ほぼこのレジュメの内容に沿って、話をさせていただきたいと思います。まあ、あの今日ここにお集まりの方方あるるいいいいはあのオンンラインでご覧いただいている方々 えーまあ、これから予備試験の勉強を始めようかという人もいらっしゃるでしょうし、えー、それからもうすでに予備試験の勉強を始めているという人もいるかと思いますで今日はその予備試験の刑法のまあ傾向とまあ対策ということで、えー、6時ぐらいまでお話をさせていただきたいと思います。でまず最初にあの 予備試験の対策ということですから予備試験がどういうものかということについて、まあ、確認をしておきたいと思いますすでに、まあ、あのもう勉強を始めている方は十分ご存知のことかと思いますが、まあ、これから始める方もいらっしゃるかと思いますのでまずレジュメの1の予備試験の内容というところをご覧いただきたいと思います。 でご承知のように予備試験はです、ね、担当式の試験と論文試験とそれから口述試験という3段階の試験の構造になっておりますがまず最初の担当式は5月の中旬に1日かけて行われるものでありますで、レジュメにそこに 30×7 足す60イコール270点満点というふうふになっておりますがこれはまあご承知のように憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法 刑法刑事訴訟法という法律7科目に、えー、さらに7科目がそれぞれ30点満点でま7つそれに一般教養科目の60点を加えて270点という満点になっておりますでこれでまどれぐらい取れば受かるかということですが 令和2年は最終合格も,もうすでに出ていますので令和2年の例を取りますとそこに書いてありますようにまあ合格点が156点であったとつまり270分の156は57.8%ですからまあまあ6割を超えればもう確実に合格できるということになろうかと思います。実際にこのの年その、えー この予備試験をです、ね、出願した人は1万5318人でしたが、えー、実際にでも予備試験の場合は受験する人はかなり減りまして、えー、この年は1万608人ということになっております。 5000人近く出願したけど受けない人もたくさんいるということで実際受けた、まあ、受験した1万608人中そこに書いてあります2529人ですね、えー、合格をしているということですので、まあえー、単純にそこに書いてありますように受験者を、えー、分母とした合格率は23.8%、まあ、大体4人に1人ぐらいは受かると。 いう試験であります、まあ、それだけ聞いてもまあかなり大変だというふうにお思いの方も多いかと思いますけど、まあ、あのこれまでの経験では担当式はですねきちんと あの過去問をしっかり潰せしてです、ね、対策を取れていれば、まあ、大体誰でも誰でもってのはちゃんと勉強すればです、ね、受かる試験ですので、まあ、そんなにあの難しい試験であるというふうには思いませんがただ、実際のところもう4人のうち3人はここで敗退してしまうというそういう試験であります。 で予備試験のまあもちろん最大の山は論文式の試験で、まあ、そこにあり、ま、あの7月の中旬2日間かけて行われます、でえー、とこれは大変で10科目あるんですね、法律科目でも憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、でそれにまあ来年からです、ねえー、選択科目が加わります。えー 労働法であるとか経済法であるとかですね、知財法のような、まあ、選択科目が1科目、えー、加わりまして7プラス1それに、まあ、実務系の科目が2つ民事と刑事がありますから合わせると10科目ということになります1科目50点なのでそこにありますように、えー、かける10で500点満点です。で、あの えー、この選択科目、法律の選択科目が入るのは来年からですから、あのここに出ているデータのこの部分はその、えー、今年までは選択科目にあたるものは、まあ、教養試験科目ということになっていますけれども、まあ、この500点満点で、大体230点、まあ、46%ぐらいで合格するということであります。 でこれはそこに書いてありますように合格者が令和2年の場合464人でありましたから、まあ、論文受験者実際に論文を受けた人が2439ですから、まあ、19%5、まあ、人に1人ということでこの論文試験の部分が一番難関ということになります。 でそれで論文試験を取りますと今度はあ10月ですかね10月に入ってから、まあ、1日ないし2日かけて公示試験が行われます。 公実は63、えー、と試験科目は法律の実務科目、民事と刑事、えー、それぞれ63点満点ということで、かける2で126点満点ですが、口、まあ、実の場合はです、ね、各科目とも60点が基準点というふうになっていて、まあ、60点を基準点にして、まあ、57点から63点の幅の間で採点をするということで、まあ、合格点119点であったということです。 でこれは合格者が442人ですが公実受験者の約96%が受かると、まあ、ほ,ほとんどの人が受かると、えー、残念ながら何か大きな失敗をしない限りは受かるというのが公実試験でありますでこういう、まあ、予備試験ですけど実際じゃあどんな人が受けてるんだろうかあどんな人が受かってるんだろうかというデータを見てみますとです、ねえーまあ、最終合格者この令和2年の場合4 4人。 その42人ですがそのうち242人は大学の学部に在学中の学生さんです55%を占めていますつまり在学生大学の学部の在学生がもう半数合格者の半数以上を占めているということですで次いで多いのは法科大学院に在学中と、えー、法科大学院在学中の人でこれが97人でこれで約22%。 いうことでまあ、学部在学中あるいは法科大学院在学中の人で合わせて77%の合格者の中のそれぐらいの数字を占めているということです、まあ、ちなみに、まあ、法科大学院に行ったんだけれどそれではうまくいかなくて再度挑戦するということで予備試験ルートで行った、まあ、いわゆる法科大学院修了者も21人約5%ですけど合格しているということであります。 まあ、数字だけを見ると結構大変で、まあ、特に論文試験が一番大きな山でありますから、まあ、論文試験をに焦点を当てて勉強していくということが重要になってくるかと思いますがまずはその、まあ、大変だというだけではだめでやはりきちんとどういう傾向の試験なのかでそれに沿ったあの的確な勉強を学習法を取らないといけない。つまり、 合格するためにはです、ね、努力だけではダメで、えー、そのやはり効率がいい学習法をと取れたかどうか努力とそれから効率、まあ、それを掛け合わせたもので合格が決まるのでどんなに真面目に努力だけしていてもダメですし、えーまあ、効率だけ狙っていて努力もしないのでもダメなので、まあ、両方お金、えー、備わったとときに合格ででるということでありますでそこでまずその予備試験で問われているものが何なのか敵を知らない限り ですね、対策は立てられないわけですからまずは適用しろうということで司法試験の,その予備試験の,その実施の委員会が出している予備試験の実施方針というものがありますのでそこにまあ引用して書いておきました各法分野における基本的な知識理解および基本的な法解釈運用能力並びにそれらを適切に表現する能力とこういうふうに抽象的にはなっております。 で、ここをやはりちゃんと、まず相手が何を見ようとしているのかというのを知らなければいけないわけですが、まずその内容の解説ということで、その丸一、丸二、丸三と書いてありますが、まずはですね、その基本的な力、基本的な知識だの、理解だの、基本的なあの解釈、運用能力だの、いろいろ書いてありますけど、まあ基本的な能力なんですが、そこの、それは実務的な基礎実務的な基礎能力であると。 いうところに注意をする必要があります。司法試験は就職試験なんですね。学問の的な能力を試す試験ではないんだと。ここのところはき違えて法律の勉強をですね、あまりに学問的に捉えすぎると逆に泥沼に入って何年学習しても成果は生まれない。知識だけはいっぱいこう増えていくんだけれど合格に結びつかないということになります。やはり司法試験は就職試験なんだ。 で予備試験というのは司法試験の受験資格を得る試験ですから就職試験のためのさらにその前の試験であると,ということをまずは強く意識する必要があります。で就職試験というのは要するに実務課に自分を採用してくれというふうにそれをアピールする試験ですから、まあ、実務が何によって動いているのかそれは条文と判例によって動いているわけですね。 だから条文と判例についての基本的な知識、理解これが問われているんだというところをまずしっかり理解をしないといけません。例えば教科書を読むときも学者の書いた素晴らしいいろんな学説がありますけどそっちが大事なんじゃなくてそれぞれの条文の立法趣旨は何かこの条文は何を規定しているのかあるいはその判例はその その条文をどのように、まあ、適用しているのかあるいは条文がないところをどういうふうに埋めているのか、まあ、そういうそのお条文と判例ですねこれをしっかり抑える必要があるわけですね、この実務的基礎能力をつけるためにはこれはまず条文判例の基礎知識これをしっかり入れるということですで、それに加えて事案の分析能力がないといけませんね、この上に法解釈運用能力と書いてありますから事案を分析する能力がないといけない。 でさらには、並びにそれらを適切に表現する能力ですから法的な文書を作成する能力とこれもつけないといけないと要するに条文判例の基礎知識を仕入れてでそれに基づいて事案を分析する能力を鍛えてでそれを最終的に文書の形で表現できる能力これを身につけないといけないということになるわけです。 公実試験もありますけれど先ほど言ったように公実試験がほとんど96%以上の合格率ということを考えるとやはり予備試験の山は論文試験であってしたがってやはり文書作成能力が最終的には問われているんだと、書類審査なんだとこういうことをしっかり頭に入れておく必要があるかと思いますそしてその文書作成能力を高めるためにはと丸さんのところに書いてありますがそのためにはまず何よりもですね 基本的な知識つまり条文や判例に関する基本的な知識をいかに正確に理解するかつまり正確さそれからあと理解の深さなんですねつまり一言で言えば正確さと深さがポイントです正確に理解しているかどうか深く理解しているかどうか、まあ、あの得てして合格できない人は不正確な理解をしているあるいは表面的な理解であって理解に深みがないわけです。 これはあの論文試験ですので、まあ、いろんな事例問題が出てそれに対応していくわけですけれど、えー、問題をこうひねったときに、えー、それに対応できる、まあえー、それをよく応用能力と言いますけれどこれは基本的な知識についての理解の深さが影響するんですね。浅い理解の人は応用能力が低いつまり守備範囲が狭いですね。でえー、逆に理解の深い人は守備範囲が非常に広いと。 どこにボールが飛んできても全部広がるということですのでそういう意味ではあの基礎知識の正確さに加えてその基本的な知識の理解の深さというものをこの抑えると言いましょうかそれがまあ成功の秘訣であるということであります。 さて、その具体的な話はこれから進めていきますけれどレジュメの2ページをご覧いただきますととりあえず、まあ、その今日は刑法の話ですので予備試験警報の出題傾向というものをちょっと見ておきたいと思います。 でえー、まずレジュメの2ページにはあ予備試験はあその令和2年までまだ令和3年は予備試験の論文試験これからですけれど令和2年までで、まあ、過去10年間、えー、行われたわけでその10年分の予備試験の、まあ、論文式の、まあ、論点といいましょうかテーマを掲げたものがそれであります。で、えーまあ、ざーっとこう見ていくともうまず刑法の総論分野で。 え見ると横綱は横綱クラスの論点というのは共同正犯が分かりますよね共同制範がまず横綱クラスだということがこうずっと見ていくと分かりますし、まあ、ほぼそれとに並ぶ横綱クラスもう一つの横綱クラスが語に関すする問題ですね抽象、えー、的実の策語とか因果関係の策語といろいろありますけれど策語関係これが両横綱なんですね。 でえー、もうこれ10年間で、えー、このそれぞれ5回つまりもう2年にいっぺんは共同声明か錯誤が出るということでありますで次に大関クラスは何かというとです、ね、これは因果関係が10年間で3回。 3回出てますねだからまあほぼ3年に1遍ぐらいずつ出てくるしもう一つの大関クラスが未遂の問題です実行の着手とか不能犯というような未遂の問題とこれがまあ大関クラスのものであるとでまあ強いてさらに言うなら関脇クラスは正当防衛と間接制覇だと。 もうやっぱり何が出るのかってこれこれだけ分かってんですからどこから勉強すべきかってことはおのずと決まりますよね教科書の一ページからやってればいいっていうもんじゃないわけですよね格論を見てみますとざーっとそこにありますけれど横綱は何かっていうと詐欺なんですね詐欺罪がやっぱり10年間で5回出ていますで、えー、まあ詐欺ほどではないんだけど意外や意外とそのつまり、えー 予備試験というのは司法試験の一歩手前にある基本的なあれだから例えば、財産犯だったら窃盗罪が出るだろうと思うとさにあらず横領なんですよね横領罪がまあ詐欺に次いで4回ほど出てますだからこの詐欺と横領が横綱だというふうに言うことができると思いますで次いで大関クラスは強盗罪強盗関係の罪そして、意外や文書偽造ですね 文書偽造罪というのは財産犯じゃないんだけれど、まあ、そういう意味で社会保益で、えー、個人保益ではないためにどうも受験生は、えーそのまあ、手薄になりがちなあー罪、えー、テーマですけれど文書偽造って何のために行われるかというと財産犯を犯すための手段として行われるんですよねだから財産犯が重要だったら結局その手段として行われる文書偽造も当然重要なんですね。 予備試験でもまさに大関クラスに文書偽造が入っているということとですで、まあ、大関クラスというのは大体3年に1遍ぐらい出るものですから関脇クラスになると45年に1遍ずつ出るものですが、まあ、放火罪とそれからあと国家法益にあたりますけど犯人隠避罪とか証拠隠滅罪ですねこういったものも出ていると。 いう,ようなことが分かります、まあ、これが大体大まかな論文試験でこういったところが出るんだということが分かりました。で担当式はですね、まあ、あの問題の数があの、まあ、令和3年の場合13問ありましたし全部表にすると大変なので、まあ、たまたまそのどの年をとってもそんな大きな違いがあるわけではないので令和3年の問題13問をこう整理し,したのが次の3ページのところに まあ書いてありますけれどこれ見ていただくとですねまああのまあこの年だけじゃなくてすべて見てもそうなんですけれどまあ論文試験でよく出るテーマが担当式でもよく出るとまあ担当式の出題の8割以上はですね論文試験でよく出題されるテーマなんですねだから論文試験の勉強していればもう担当の勉強は8割終わりなんですね。 論文には出ないんだけれど担当に,だけ担当にはよく出るものっていうとまあここの表の中でいうとですねその総論分野の丸ごとなってますこれは令和3年の問題の第5問ですが責任能力それから一つ飛んで緊急避難と緊急避難というのは論文試験出ないんですけれど担当ではよく出るわけですねだからこういう緊急避難や責任能力っていうのはまあ論文ではあまり出ないんだけれど担当で出てくるとか。 各論分野パートを見ていただくと、まあえー、論文では出ないあんまり出ないんだけれど、まあ、担当で出ているの,の,のとしては例えばこの年でいうと名誉毀損というようなことになるんですね賄賂、まあ、罪なんかも,もうです、ね、あの過去に論文試験で10年間の中で出た年もあるんですねですからあの論文のこのテーマを潰していれば 大体カバーできるんですけど、まあ、名誉毀損は確かに論文試験には出ていなかったので、まあ、担当にしか出ていないということがわかりますで、まあ、今お話したところから分かりますように担当のための特別な対策を立てるより刑法の場合はです、ね、論文に焦点を当てて論文でこうよく出るテーマを確実にその答案を書けるようにしておくと。 でそうするとも自動的に担当の勉強も八割終わっているわけですので、まあ、それをその目安に勉強していくといいだろうというふうに思いますさあそこでいよいよその論文試験ということを念頭において具体的にどういう勉強していくのかで結論はです、ね、さっき言ったように、えー、書類審査なんだとつまり答案を書いて何本の世界だとだ答案が書けないか もういくら口でべらべらしゃべれてもあるいは友達と議論してなんかその刑法の議論に誰かと議論して自分は勝ったと言ってもそんなんじゃダメなんでやはり論文試験の答案でちゃんとした得点が取れるよう,にような勉強をしないといけないということなんですね。試験で点が取れるその論文試験で点が取れる勉強をしないといけない。 そ,のそこから逆算してどう何をどう勉強するかっていうのを考えないといけないということになります。まあ、そこでレジュメで言うといよいよ3ページの4の司法試験予備試験刑法で求められていることというところこれを一つずつ詳しくお話をしていきたいと思います。まず学習の対象は先ほどちょこっとも言いましたけれど司法試験はそしてその予備試験も就職試験なんだと。 大学院に入るその試験とは違うんだあの法科大学院は別ですけど普通の研究大学院に入る試験とは違うんだとだからそこで問われている刑法学は実務刑法学であって理論刑法学ではないというところなんですね。で実務刑法学と理論刑法学ってどう違うか通常例えば大学で普通の法学部で刑法の講義っていうのは 行われますけどその講義は全部理論刑法学なんですねそれぞれの学者の先生がですね自分の研究の成果も踏まえて学問的な見地から刑法は過あるべしという、まあ、それぞれご自身の見解を述べるとそれはもう理論に裏付けられたその刑法学を語るだからいわば学説中心の刑法学これがまあ理論刑法学です。 で世の中で売っているいわゆる基本書といいましょうかその体系書っていうんですかね著名な学者が書かれた刑法の教科書たくさんあります例えば山口先生の刑法の本であるとか西田先生であるとかあるいは井田先生であるとかいろいろ著名な学者の教科書ありますけどこれは全部理論刑法学の本であります。 でそ,れそれぞれの学者の先生があその自分の考えているところをきちんとその体系的に解説をされているわけですね。ですが司法試験では別に学者の意見を聞いているわけじゃないんですね。 司法試験はあくまでも実務の話実務化としての就職試験ですので実務は判例に従って動いているわけです。だから実務刑法学というのは要するに刑法の諸問題を裁判所がどう考えるのかというところに焦点を当てて学ぶ学問が実務刑法学というものです。だからえ皆さんがその勉強しななけければいけないのは あくまででも実務刑法学なんですねところが刑法っていうのはあの、えー、この理論刑法学の分野でまた魅力的ないろんな本がたくさんありますから、えー、そのまる説がいいとか××説がいいということでその理論にはまってしまう人が多いんですねで。はまればはまるほど合格からどんどん遠ざかる自分としては刑法の勉強いっぱい勉強しているつもりなんだけれど、えー、そ,のそちらにはまれば。 ももううう完全にに泥沼にはまってしとということにもなりかねないんです、ね、だある日やっぱりそういう一回泥沼にはまった人もなんだ司法試験ってこういう試験じゃな,いなかったんだということに気づ,い気づけばまたその軌道修正して合格に向けて進むことができるわけですだからともかくその間違っても理論刑法学の方に進まないようにというところです。 だから、えー、あんまりこの学説に関心を持ちすぎてはいけないということでありますあくまでも判例に関心を持っていただきたい裁判所がどう考えるかそこのところに、えー、その学習の焦点を当てていただきたいとこういうことであります次いで、レジュメの括弧2です論文式試験括弧書類審査の対策が中心だということを、えー、先ほどもお話ししました。で ここにお集まりの皆さんがその学習状況がどういう状況か全く存じませんので、えー、あの適切なアドバイスになるかどうか分かりませんけれどまず本当に始めこれからまあ始めようという人を念頭に置いて言うならばそこに書いてあるようにまずはやはり法律学の答案のスタイルというものを早く知るということが大事ですね。 教科書をいっぱい読んで何度も読んでも問答案の書き方を知らないというんでは結局ダメなんですねつまり本を読むといってもその何百ページの本を全部覚えておくというそんなことが求められているわけじゃないのでその中で答案に使うものがどれか自分が答案で表現使う部分がどこなのかというところをちゃんと読み取れないといけないわけですね。読んでてあここが大事だと この部分がその、例えばこの論点について自分が論ずる時に自分がその論証に使うフレーズだとかねそういったことがわからないといけないので、まあ、あらかじめやっぱり法律学の問わのスタイルというものをきちんと早めに知っておくということが必要だろうと思います。 まああの予備校などが出しているいろんなあの問題集の回答例なのまあ合格者が書かれた回答例などはまあ基本的にそ,のそういう答案のスタイル自体は示されているのでそういうものを見てそのスタイルというものをまずは早くこの型をつかむということですねでまああの簡単に言うとまあスタイルは必ずその問題提起 から規範定当てはめ結論と、結もうこういうふうな順番で全て進むことになっているわけです。最近あの受験生の中で結論から先に書いた方が受けがいいんじゃないかというようなことでそういうような答案を試みる人もおりますけれどいろいろ調べてみると別に結論から先に書く答案が有利だとか高い評価がつくという根拠は全くないと。 いうことでですので、まあ、むしろ伝統的なスタイルに従って問題提起をして規範定理して当てはめして結論を書いていくという,こう伝統的なスタイルで答案を書いていけばよいというふうに思います。ままず問問題題提起つまりここののの事例でこの部分は何が問題なのかというところをまずスタートしないといけないわけですけれど、えー、その際には必ずやっぱり条文から出発するということが必要ですね。 つまり必ず何かの条文があるしあるいは条文が存在しないから論点になるということもあるんでいずれにせよ条文からその問題提起をしていくということです。で規範定理したのは要するにその,その論点を解決する基準のことを、まあ、規範っていうわけですけれどそれを こう定理する自分はこういう基準に従ってこの問題を解決していくというその基準を規範定律と言いますけれど規範を定律する時は理由を述べることが必要で理由付けは基本的に2つ2つ書けば十分だと3つも4つも理由を答案に書く必要性はないと2つというのは1つはですね理論的な根拠あるいは実質的な観点からの理由付けが1つ。 からもう一つは条文の文言、ですね。条文根拠と言いましょうか、条文の文言からの理由付けが1つと、もう最大2つでいいんでね、3つも4つも理由付けを覚える必要性は全然ないわけですね。それから、その規範を定理したら、基準を決めたら、そ自分が立てた基準に従って、事例を分析して、事例に当てはめて、まあ、結論に至ると。 いうことになるわけですが、まあ、あの事実を丁寧に拾って、えー、まあそこに書いてあるように自分で勝手に想像しないとこれ例えばです、ね、刑法の問題でいうと誰かが X が Y をです、ね、鉄棒で殴ったというふうな事実あの問題ことが問題文に書いてあると受験生の多くはもうすぐ ああもうそれは当然、鉄棒で殴れば怪我するのは当たり前だから傷害罪だというふうにもういきなり書いてくるんですけれどそれを自分で勝手に想像しちゃだめなんですね問題文にちゃんと傷害の事実が書いてあるかどうか怪我をしたということが書いてあるかどうかそこをきちんと見ないといけないので自分で色眼鏡でえその自分でこうなら当然そうだろうというような推測で刑法の問案は書いちゃいけないんですね。なぜか ななぜそういうとは書いちゃい書けないかかかりますか刑事法の,その原則として疑わしきや被告人の利益にという原則があるんですねだから疑わしい場合は被告人に有利な認定をしないといけないそういう大原則があるわけですそうなると問題文に殴ったとは書いてあるけれど怪我したとまで書いてない時に、まあ、こんな鉄棒で殴りゃ当然怪我しただろうという勝手な想像で 被告に不利ななな事実認定をしていいいけけいとということになるわけです問題文に書いてある事実が実は証拠を持って証拠で証明された事実という過程で我々は問題を解かないといけないんですねだから問題文に書いてない事実は実は立証されてないと証明されてないんだとそういう前提で答案というのは書かないといけないので勝手に想像したりあるいはもう 事実を変えてしまったりですねそういうことではいけないということであります。 基本、まあ、定理して当てはめをしていくということの繰り返し規範、まあ、を定理して当てはめをして一旦結論が出ますけれどえ別に司法試験予備試験の問題というのは論点が一つじゃないわけですけどいろんな論点があるわけですからえそ,そういう一つの論点についてこのスタイルで書いていってそれを繰り返していくということですけれど答案を書く際のやはり一番の注意点はです、ね、一段一段論理を積み上げていくことということです。つまり 階段を飛ばしいいけないんですね必ずこう論理に飛躍がないようにですねこの答案を書いていくで答案というのは結局自分の自己アピールの場なんですねいかに皆さんが採点者にアピールできるかどうかなんですね自分は実務家としてやっていく基本的な素養がありますよというアピールを皆さん自身がやらないといけないわけですね。でその そそれを試験験官ににアピールして自分ははのの実務的な基礎能力がああるるんんだと立証の責任は受験生にあるんで,す、ね、ですからそ,れそのためには読む人にちゃんとこの自分は論理的な思考ができてちゃんと階段を踏み外,す外さず順を追ってきちんと説明していく能力があるんだということをアピールしないといけないので、まあ、そういう意味では一段一段論理を積み上げること論理に飛躍があってはいけないということになるわけです。 でこうしてまあ答案を書くことを意識して日頃から論点の学習をする教科書を読むような学習をするということですつまり事例を分析して文章で表現することができるために基本的な事項を学習するんですねどのように書けばいいかを常に意識しながら教科書を読むこれがもう極めて大事なことであります。 さてその答案作成の基本方針、すいません、ちょっとレジュメがですね番号が間違っていて、1の次が丸3になってます、答案作成の基本方針これは丸2の間違いですので、訂正をお願いしますけれど、丸2ああの、答案作成の基本方針ですね、どういう方針で答案書いていくかということですけれど、まず第一に、判例の立場で書くのは原則なんですね。 刑法の場合はいろんな学説がありますから自分はこの何々説で書きたいなんていう人がいるんですけれどそれはだめなぜか司法試験は就職試験だからですからえ判例の立場で書くというのが原則であります。例の立場がまあ妥当でないというのは判例があまりに古すぎてですねちょっと先例としての価値がない。 というようなまあ、あの論点も中にはありますし、そもそもそのテーマについて判例が存在しないという場合もあります。で、そういう場合は通説で書くんですね。通説で書くということです。ただし、判例が存在しないときですけど、ここで言ってる判例ってのは最高裁判例ってのは最高裁のものだけは判例っていうわけですね。 それ以下のものは実は裁判例というんですけれどただ最高裁判例が存在しないんだけれど東京高裁か大阪高裁の裁判例があるという時は、まあ、できるだけ東京高裁大阪高裁の裁判例に従うというのが良いかと思います要するにできるだけ実務に沿ってやっていくんだということです。 高裁判例つっ,ってもね。あの8つ交際ありますけれど、東京と大阪だけが別格なんですよね。だから他の高裁判例は無視していいとあの特にあのスルーしてもいいんです。けれど、東京高裁大阪高裁は大事なんですね。だから、皆さんが判例学習をしていくときに。 まあもちろん最高裁判例を中心に勉強するわけですけれど、まあ、100選だなその判例集を見ると時々東京高裁大阪高裁の判例が載っていますよねで。そういう場合はあ東京高裁だ大阪高裁だこれは最高裁判例に準ずるものだという意識を持ってこれはあの最高裁判例に準ずるものだと。大体 そういうい判例集にその高裁判例を載せているということは最高その分野について最高裁の判例がないから載せているわけですからそういう意味では東京高裁、大阪高裁という文字を見たときはピンと反応してこれは大事なんだなという意識を持ってもらうといいかと思います。でこうしてまあ基本的な判例で書く判例がない,かない場合はまあ東京高裁か大阪高裁があればそれに従うそれもないときはもう通説でいいと。 いうことでありますで間違っても少数有力説というのは書いちゃダメなんですねどんなにあの自分があのこれは素晴らしい理論だと思うこの著名な学者の先生の素晴らしい見解があるとしてもです、ね、これは絶対書いちゃいけない何で書いちゃいけないかというとそれは書いたら別に落ちるというそういうそのことではなくてですねそれを書くにしてもじゃあまず判例の立場を書いてそれを批判しないといけない。 で通説の立場を変えて批判しないといけないそうしないとこういう少数有力説のところにまで話がいかないわけですねいきなりそれから始めるというんでは判例を完全に無視しているあるいは判例が存在しない場合通説も無視しているそんな人に実は任せられないねこういうふうになるわけですだからやはりあの少数有力説はもう答案には書くべきでないということになるわけです。 ところで実際に予備試験であるいは予備試験に受かった場合はその後司法試験を実際受けるわけですが予備試験や司法試験で刑法の答案をその採点者がどういう基準で採点をしているのかつまり合格判定評価の内容というのがその3ページの一番下から2行目に書いていますがこれはですねその,その後と3ページから4ページにかけて 12345とこう番号を振ってますけどこれはあの実はあの法務省の,ですねあのホームページの司法試験の場合には採点実感というのが毎年出されておりますで過去15年分の採点実感で採点者が述べられていることを全部抽出してそれを一つの文章にしてみると実はこの1から5までをつないで一つの文章になってるんですね。 ちょっと読み上げてみますと刑事実態法に関する基本的知識と理解に基づき複雑な事実関係を法的に分析した上で事案の解決に必要な範囲で法解釈論を展開し事実を具体的に適時しつつ法規範への当てはめを行い妥当な結論を導くとこれもう毎年の採点実感の最大公約数の部分を 抽出すするるととここういういになるわけですつまり採点者がこれがいわば基準なんですねだから相手が何を見てくるのかっていうところをまず我々は知っておかないといけないわけですねそこでちょっとこの採点者が示している採点の基準あるいは合格判定の基準というものを一つずつコメントをしていきたいと思います。 まず丸一刑事実態法に関する基本的知識と理解に基づきと書いてありますまあ、実はもう合否のほとんどはここで決まってるんですねつまり前提となる刑法の基本的な理解や知識に問題がある答案はもうその段階で即アウトなんですね 合格者合格点がつく答案はそういう答案ではないんですけど不合格になる答案のほとんどはむしろここなんですね、えー、前提となる刑法の理解ない知識に問題があるこれはさっき今日冒頭に申しましたように刑法の基本的な理解の正確性のない答案不正確な理解に基づく論述をしている答案あるいは、えー、この理解が非常に浅いためにですね、えー その,その部分を具体的な事例に応用するときに結局間違えちゃうそ理解が浅いから間違えてしまうということなんですね。で、まあ、そういうまずこの基本的な知識の理解これがまあ実はもうこれでほとんど合否のほとんど決まってると言ってもいいくらいのところであります。実際あの、えー 私も何年もです、ね、ロースクールでずっと指導してきておりますけれど受験、司法試験のです、ね、予備試験ではなくてもう司法試験の受験の直前で、まあ、いわば模擬試験みたいなものをやってこうやるんですけれどもうその段階での答案で合格点がつかない人のもう9割ぐらいはこの基本的な知識の理解に問題があると。 そののああるる論点にについての理解に問題があるもうほだからここがまあいかに大事かっていうことですで実はそれができてないとそれが特に正確な理解そして深い理解がないと次の2の複雑なえの4ページの一番上に行きますけど複雑な事実関係を法的に分析した上でというこの複雑な事実関係を法的に分析することができなくなるわけですね。複雑な事実関係を法的に きちんと分析をするためには基本的な知識が正確でかつそれの理解が深くないと的確な分析ができないということになります。でよく受験生なんかであるのは問題長文の問題文を出すとですね 非常に問題文に書いてある事実の細かいところにとらわれてもうこの部分は○○罪にあたるこの部分はまる罪にあたるということでもうちょっとでも構成要件に該当しそうなものを全部拾ってくるという答案というのもよくあるんですけれどこういう答案というのは必ずしも高い評価は得られないわけですね。事案の全体像を見ているかかどうか 例えばまずちょっと殴りましたとですぐその後ももう一回強く殴って怪我をさせましたと最初殴ったんで暴行罪だとで次に殴って怪我したから傷害罪だと,というような答案を書いて高い点がつくかというとつかないんですよね。全体像を見ろと そうすると障害を与えたのであればその前に殴って暴行障害という結果が出ていない程度の暴行があるとしてもそれはもちろん理論的にはそこは暴行罪の構成区に該当しますけれどそんなものを答案書いてどうするんだということですねつまり事案の全体像をよく見てもしあなたがつまり受験生のあなたが検察官だったらどの事件を起訴しますかと。 どの,どの事実を問題にしますかそういうふうな観点でやはり事案というのも分析しないといけないんですね何でも細かく分析すればあの何でもいいというものでもないんですねよく実際の本番の後にですに、ね、受験生同士が話をしてあこ,のこの論点もあったあの論点もあったとか○○罪が成立するバツバツが成立ってあのなんかもう全て書いた人はすごくできた人。 できる人っていうふうに思ってそれが書けないと自分はやっぱりダメだったのかなっていうふうに思うけど実際に蓋を開けてみるとこと細かく全部書いた人は落ちていて自分はそこまで書かなかったっていう人の方が受かってるっていうようなこともよくあるんですね。ですからやはり全体像をちゃんと見て検察官だったらどうするのかっていうそういう視点で考えないといけないと。 いうことになるわけですそれから3と4のところなんですけれど事案の解解決に必要なな範囲で法解釈論を展開しとなっていますこの事案の解決に必要な範囲で法解釈論を展開するとここはもうよく注意をしないといけません。というのはですね受験生っていうのは自分が勉強して知識を持っていると何でもかんでも書きたくなるんですね。 で知ってることはみんな書きたくなるんですけれどその知識あるいはその起点あのその規範はこの出されたその事案の解決に必要な規範ですか必要な法解釈論ですかということを考えていただきたいんですね。あの事案の解決に関係のない法解釈論例えば正当防衛の問題が出たと。 そうすると旧惑性の侵害とかいろいろ要件ありますけれどもちろんその要件すべて当てはめなければいけませんけれど一つずつの要件についてどこまで詳しく書くのか規範定律をして当てはめをするのか単なる当てはめだけでいいのかこれはやはりその事案において何が問題となっているのかというのを見ないと決まらないわけですね。 旧惑性の侵害という要件が問題なら旧惑性の侵害とは何々ということで定義を書いて規範を定立して当てはめをしていくということが必要ですけれど例えば、えー、事案を見て防衛するための行為であると防衛の意思があることは明らかであるというような時に、えー、さて防衛するための行為というためには防衛の意思が必要かなんていうことで、えー、延々と論じて、ね、いるような答案とこういうのも完全にピンボケ答案なんですね。 だから何が重要なのかこの実務的にこの事案において何が本当に問題なのかっていうところを見極めて規範定律をしないと何でもかんでも規範定律をして当てはめをすればいいというものではないわけです。結論を左右しとい,いうのもありますねつまりある論点があるんだけど A 説とっても B 説とっても、えー、結局結論は同じだというような論点もありますけどそういった論点でその。 お、基安定率を長々と書くというのはあのかなり問題で、そういうのはさっと結局何節に立ったと同じ結論になるんだから、その部分はもっと軽く扱っていけばいいというようなことになるわけですね。で、今その基安定率の重要性ということで丸さんお話しておりますけれど、この点についてさらにまあ打速でありますけど、さらにもう一言申し上げておきたいのはですね。 どうも受験生の世界、受験会でですね、刑法の場合には規範定率よりも当てはめが重要だよという続説がかなり出回っているということであります。で、規範定率はもう軽くなやればいいんだと、まあ、適当にさっとやっといて、当てはめの部分をしっかり書けばいいんだというような、その。 ことがまことしやかに言われているんですけれどこれ実際に今これ示している法務省が出している採点基準を見ても規範の定率と当てはめは車の両輪なんですよねで実際にまあ試験なんかに聞いても最近の受験生は当てはめできるけど規範定率ができないというようなこともまあ雑談レベルの話で聞いたりしておりますですから規範の定率 それから、当てはめこれ、車の両輪だどっちが欠けてもダメだという意識を持ってください。で、4ですけど、これが当てはめの部分ですね、事実を具体的に適切法規案への当てはめを行うということです。必要な事実をできるだけ拾うということです。 まあ問題文にいろんな事実があればそれは何かのヒントになるからということですからできるだけ広く事実を拾っていくということとそれぞれの事実が持つ意味というものもしっかりと明らかにしつつ論ずる必要があります。で気をつけていただきたいのは判例の勉強をしてあこの問題はあの判例と同じだというんでえじゃあ覚えた知識でそのまま あの判例と同じ結論を取ったと取ってこれで正解だと思ったらよくよく問題文を見てみたら判例とよく似てる事例なんだけどある事実が違うというようなことがしばしばあります事実がちょっと違うだけでですね結論は180度変わることがあるわけですまあ例えばですねえー、と 強制性交ま罪、まあ、昔の強姦罪ですけど、強姦罪の実行の着手について、昭和45年の最高裁の判例によると、被害者をです、ね、ダンプカーの運転席に引きずり込んだだけで、まあ、とあの当時、強姦罪と言ったので、今もそう言いますが、強姦の実行の着手があるというふうにした判例があります。判判例例生にもよっている有名な判例ですかか、ら、受験生は、は、そうう強姦罪ののの実行の着手 えその車被害者を車に引きずり込んだ段階なんだなというその,その事実を離れてその規範の部分だけ覚えてで試験問題で強姦の事例が出てきて車に乗っさってあるからここで実行の着手というふうに書いたら完全に間違いということがあの起こりうるわけです。というのはですねそれはあのたまたま昭和45年の最高裁の判例の事案はそれは 車がダンプカーといういわ、まあ、ば運転席の非常に高い自動車であったということと犯人が2人で被害者が1人というそういう事実があるんですね。ですから実際に裁判所のいろんな裁判例を見てみると、えー、普通の例えば普通の乗用車で犯人1人というときに車に引きずり込んだ段階で強制性交等罪の実行の着手を否定した裁判例もいっぱいあるんですね。 だから判例を学習する際に受験生をともすると例えば判例100選見て事実の概要のところはざっと見て判紙というところだけ一生懸命読むんですね。 ですが半紙だけ覚えても意味がないのでどういう事実に対して裁判所がどのような判断をしたのかという事実をよく見た上でこの事実に対してこういう判断を下したんだというところを押さえておかないとですねのよく判例とよく似た問題だから自分が勉強したその,、えー、その判例の知識をそのまま答案に書いてそれでできたつもりになっていると実はとんでもないその、えー、失敗をするということもあるわけです。 典型的な事例あるいはすでに学習した事例とよく似た事例が試験に出た時こそです、ね、注意して自分がかつて勉強した事例とこの試験の問題の事例は何が同じで何が違うのかというところをです、ね、しっかりと見極めた上えで最終的な結論を出さないということになります。 で4ページのところですが妥当な結論を導くと書いてありますえ妥当な結論って何なんだろうということですが、えー、ここは先ほど言ったように司法試験は予備試験も就職試験だと就職試験実務化の採用試験だと実務は判例によって動いてるんだ妥当な結論というのは 裁判所の観点から見て妥当かどうかなんですね裁判所が取る結論が妥当な結論なんですね裁判所が取らないような結論は妥当な結論ではないんですねここでいう妥当な結論というのはそれを意味しているわけですで、受験生の中には理屈があってれば論理的な整合性さえあれば結論はどうでもいいんだというふうに思っている人もいるんですけれど結論はやっぱり大事なんですね ですから、論理的な一貫性も大事ですけれど結論の妥当性というのも大事で両方の,この調和を意識した答案というのが、まあ、望ましい答案ということになるわけです。 さてその法務省のホームページに載っているその司法試験の採点実感から抽出したどうやら採点者がどういったところを重視しているのかというところを今、確認をしましたのでいよいよお、まあ、その話では重複する部分もありますけれど4ページの5のですね合格答案の条件と対策というところここがまあい、まあ、わば今日のお話の中の一番大事なところということになるわけです。 合格答案になるために何が条件なのかそこを知ってそこから逆算して本を読む勉強するっていうことなんですねでまず第一は先ほど言ったように基本的な事項のところがもうでほとんど勝負は決まってるんだと基本的な事項について正確かつ深い理解に基づいた論述であることと。 いうふうに書いてありますが、まあ、これがもうその答案の絶対的なまず必要条件ということになります。まあ、いわゆる受験者は論点学習するわけですけれど論点についての基本的な学習をいかに充実させるかというところがポイントになります。でまず 少しそ,その部分についてもう少し詳しく述べますとまず基本的な事項の理解に漏れをなくすということですよね漏れがあっちゃいけないわけですね。で何が基本的な事項なのかということですけれどこれはちょっと手前味噌になって恐縮ですけど基本刑法の12に書いてあることが基本的な事項です。 あそこに書いてないことは司法試験に出ませんし仮に出てももう司法試験予備試験に出ませんし仮に出たとしてもそこはもう勝敗には関係ないということですですからまずそういうこの基本刑法に書かれているような内容が基本的な事項だということですで基本的な事項の中にも重要性の優劣がありますよね ですからあのやはり先ほど見た例えば共同性が大事だとか錯誤が大事だってああいうことを知っていればそういったテーマにはあの時間をかけてじっくりやるし、えー、じゃあもう例えば教科書に安楽死や尊厳死なんてあるけど、まあ、こんなとこは軽く流しておけばいいんだなということで、まあ、1回読んで終わりと。 で大事なところは何度も何度も読むというような、まあ、いわばメリハリをつけた読み方をしないといけないんですね教科書を最初から最後まで何回読んだかそういう問題じゃないんでまず何が出るかをつかんだ上で出るところをについての基本的な事項で漏れがないかどうか共同正犯がもう横綱級の論点なら共同正犯のところで何か基本的な事項で漏れがあったらもうこれは試験駄目なんですよね。 これだけもう2年にいっぺん出るところで基本的な事項が不安がいっぱいあるという受験生が受かるはずは絶対ないわけですだから逆にそういったところについて基本的な事項に漏れがないようにするということですで、えー、まあいわゆる基本警報に変えてないようなことはもうそ,そ,れそれを超えるようなことについては勉強する必要性はないと割り切ればいいんですね いろいろ魅力的な学習の書いた本にはいろいろ書いてあってもそんなものはもうぜ全然無視すればいいということになりますで教科書を読むときに暗記しようと思っちゃいけないんですね丸暗記しようというふうにはしないことであります考えることなんですね読みながら考えると例えば制度趣旨は何か 例えば正当防衛というのを読むときにまず正当防衛というのはどうも制度あるんだけど36条あるんだけどこれその制度趣旨って一体何なんだろうどういう趣旨でこういうものが正当防衛って認められるんだろうかまあこれはあの最近平成29年に出された最高裁の判例によってもですね正当防衛の制度趣旨というのが述べられていてそれによりますとまあ分かりやすく言っちゃえば 緊急状況の中で,です、ねえー、公的な機関の保護を求めているような余裕がないようなときに、えー、例外的に指示による実力行使を認めるというのが正当防衛の制度趣旨だという,ようなことが、まあ、出ていますけれど、まあ、別にそれに限らずその制度の趣旨というものを考えるまた論点というのは必ず見解が分かれるから論点なんですね。 で論点について何で見解が滞留しているのかっていうのをやはり考えるということですよね定義覚えないといけませんけど定義についても何でこんなようなそのような定義になっているんだろうかというようなことも考えるつまり刑法の教科書を読むときは覚えようとしないとむしろ考えると何でそうなっているのかということを考えればいいということです。 でまあ、その上で基本的な事項にの理解をに漏れがないようにするということです。で、えー、まあざっと一通りあり全体図をつかんだらあとはもう試験の傾向に合わせて、まあ、例えば 昨今、えー、のところから勉強するとか共同制案から勉強するとかもう緊急避難なんて後回しとかね、まあ、そうもうそういうことでいいわけですけれど、えー、そういった形で基本的な事項の理解漏れをなくしていただきたいんですがその先ほど来これ何度もお話してますけれど表面的な理解の受験生多いんですね。で これはいわゆる市販の参考書などでもです、ね、論証本というのがありますよねなんとかマニュアルみたいな論証本があってこの受験生の中にその論証本の論証フレーズをそのまま覚えて吐き出すともう反射的にこの論点というとこういうふうに答えるというのを正確に記憶をしている受験生もいるわけですけれど。 そ,それで、まあ、うまくいく時もあるんですけれどそれでうまくいかないのは結局表面的に理解しかしてないその論書本に載っている論書例は覚えてるんだけれどその,その程度の理解しかしてないから理解があの深くないとあるいは正しくないというそういう問題が生ずるわけです。で特に、まあ、まだ予備試験ではそ,のあのそういう問題出てませんけど。 司法試験ではです、ね、あの平成30年から試験の傾向が変わっていわゆる主張反論型の問題というのが出されておりますあの、えー、後で6のところであの詳しくお話し,しますけれど、まあ、要するに、えー、見解一つの論点について判例と学説の見解が対立しているところについて、えー、じゃあ判例の考え方はどうなのかどういう問題があるのかどういう根拠なのか。 あるいはじゃあそれに対立する学説からはどういうふうに考えられているのかっていうような問題が司法試験の方では出題されています、まあ、予備試験ではまだその出題はありませんがそれは出題の形式の問題の話ではなくて少なくとも我々は判例の立場で答案を書いていくとしても それに対立する大きな学説の動きがあるんであれば判例に対立している学説の一つぐらいはですねやはりどの論点も抑えておく必要性があるわけですね。でそれがわからないとその対立する学説が例えば判例をどう批判しているのか。 あるいはどういう問題点があるのかっていうことが分かって初めて自分が取ろうと思っている判例の考え方が正しくかつ深く理解でできるんですねだから判例が言ってることだけ読んでるだけではやっぱり駄目でそれと対立する考え方を知ることによって実は判例自体を正確に深く理解をするという、まあ、ことになるわけですね。 だそういう意味でその表面的な理解でなく深く正しく理解するためには論点について対立する考え方と判例の考え方を突き合わせて何で見解が対立するんだろうかというあたりをしっかりと抑えるということが必要です。でまあ、この辺を おおのまあ、参考書というのは、まあ、あんまりないんですけれど、これもちょっと手前味噌になりますけれど、法学セミナーで応用刑法っというのをずっと私、連載しておりますけれど、まあ、あれがそのまさに、えー、なんていうんでしょう、えー、論点で見解が対立しているところの深みの部分を掘り下げて説明をしているものでありますから、あのえー、必要な場所はちょっとそれを参照していただくと、まあ、理解ができるかと思います。 まあ別にそれに限りませんがそ,その限度で例えば学者の本の該当部分だけちょっと調べてみるというのは大いにいいことだろうというふうに思います。さてまずはとにかく基本的な事項について、えー、漏れをなくすということと正確さ深さそれを追求するということをお話し,しましたが。にまず 今のがインプットの一番基本の部分ですけれど2つ目にやはり合格答案と言えるためには論点落としがあったのででははやはりダメですねで特に予備試験の問題はもう完全に事例問題で、えー、その複雑な事例の中から自分で論点を抽出してそして、えー、こうならこう打つなら打つの在籍を述べていくということなんですけれど論点を発見できなかったということになったら まあ正直言ってそれが重要な論点であればもう即アウトということだろうと思います。で論点,と論点落としをしないということはまあ事例の分析能力を高めるということですね。だだだから教科書をを読んでで基本的な知識をたた理解しただけでは 事例がまだ分析できるようにならないのでやはり事例の分析能力を同時に鍛える必要があるわけでそのためにはやはり事例問題をやらないとダメです刑法の場合は事例問題をやらないといけないと思いますおそらく法律科目いろんな科目ありますけど刑法ほど事例演習トレーニングの必要な科目はないと思いますあの刑法の場合は本当に事例トレーニングしとかないと論点 の抽出ができないといととうことですまあ主要な論点を全部拾えるよう繰り返し問題練習をするということが必要だと思いますけれどじゃあ問題練習の材料として何がいいのかということになりますとこれはもう過去問が最良ですね過去問があの最良で過去問以外の問題というのはやはりあの問題の質レベルが全然違います。 過去問はやはり司法試験委員の先生方が多数でもう検討したものですのでこれはもう問題の質が断トツでいいわけですですから予備試験受験生であればやっぱり予備試験の過去問10年分11年分これを繰り返しやると1回やっただけでダメなんですよね。繰り返しやっても こ,れだこの事例を見たらパッと分析をできてでもうどういうふうに答案を書くかというのもできるというぐらいまで何度も何度も繰り返してやるとそうするともう例えば予備試験10年分の問題をやっただけでももう大体試験に出るほとんどの重要な論点は全部カバーしているわけですから、まあ、それがあの予備試験の受験生であれば予備試験の問題をやるのが一番いいと思います。 でまあ、さらに余力があるのであれば司法試験の問題自分は力があるぞということであれば、まあ、どっちみち予備試験受けて予備試験に受かってそれで終わりって人いないわけで予備試験に受かったら次の年に司法試験にチャレンジするわけですから司法試験の刑法の問題を予備試験の問題の検討が終わったらやればいいということですよね。予備試験と司法試験の刑法の問題は基本的に変わりません。 レベルもそんなに違わないんですね。実はあの予備試験の方が問題文の量が短い。司法試験の方は問題文の量は長いと試験時間の違いはあります。ですが、問われている内容、その水準、これは基本的に変わりません。だから、あの予備逆に司法試験の刑法の問題で受かるぐらいの力がないと、予備試験の刑法でもなかなか受からないし、予備試験の刑法で。 合格できるぐらいの力がある人はもう翌年司法試験を受けて刑法ではまず合格点がつくだろうということですそういう意味で予備試験と司法試験には形式面は別として実質面で見ると問題に類似性が極めてありますのでそういう意味では予備試験の過去問が終わったら司法試験の過去問をやるというのがいいと思います。あるいは 司法試験の格問は少しハードだという人は逆に旧司法試験ですね旧,あの旧司法試験の短いの問題を練習するのもいいかと思いますもう格問だけでいくらでも材料がありますのでやるといいと思いますで去問やるときですね何でもかんでも答案全部書かないと気が済まないっていう人もいるんですけど格問に全て答案返せたら時間がかかっちゃって。 それでででだけでほとんんど終わっちゃうんですねで予備試験は先ほど言ったように10科目もあるわけですからそんな刑法に時間をかけていれられるわけではありませんので答案をもちろんある程度書く練習もしないといけませんけれど論点落としを防ぐという観点からは答案を書かなくていいと問題,を読んでです、ね、問題を読んで自分で答案構成だけして論点落としがないかどうかを後で確認するということでいいと思います、ね。 であのそういう意味で実際に答案書かなくてもいいから答案構成だけでいいのでいろんな問題にあたってもう大体自分は論点落としがないという状況になったなった頃には当然これは合格できるということになります。次いで今度3番目ですね論点に優劣をつけて論述内容を考えるとメリハリのある答案ともう一言で言このメリハリってやつですね。 論点とととして取り上げるる必要ののないいものはスルーするということです論点であるにもかかわらず論点だけど取り上げる必要がないものはスルーするということです。で事案の解決にとって重要な論点は厚く論ずる必要がありますし事案の解決にとって重要でない論点は簡潔に論述するということです。だから論点だかからら論点どれもこれももここ同じこの 分量で書くくとといいううんじゃなくてメリハリハをつけるということです。で、そのメリハリは結局あの出された問題で何が問題なのかというところが分かればあの、えー、成立要件例えば詐欺罪であれば疑問行為のところが問題なのかそれとも錯誤とか交付行為のところが問題なのか問題となっているところについては 規範定律をして丁寧な当て読みをしていくとそうでもない。もう問題のないようなところは、もう当てはめだけ、あるいはもう場合によっては結論だけでもいいですよね。窃盗罪が成立するかどうかっていう問題の時に例えば他人の財物という要件が問題なら、その部分についてかなり詳しく書きますけれどかといって他人の財物だけ書いてで以上より窃盗罪が成立するっていうわけにいかないわけですね。 窃盗罪が成立するためには他人の財物のほかにですね摂取っていう行為も必要ですしそれから時々客観的な要件だけ書いて故意や不法領得の意思について一行も書かないで窃盗罪が成立するというふうに書いている答案にもあの巡り合うことがありますけれど。 あらそんな答案を見たらこの人って犯罪は客観的な要件だけで犯罪は成立するって考えてるのかなというあらぬ疑いを持たれかねないわけですからそれはやはり成立要件は全部充足しているということを書かなきゃいけないけれどじゃあかといってその当該事案において故意や法領得の意思に特に問題がないというような時はどう書けばいいかといえば例えば本件のこの事案においては明らかにこうならこうには 行為も不法得にに明ららかに認められてう結論だけでいいんですね。場合によってはもう結論だけでもいいということなんでやはりそこをそういうメリハリを考えて答案というのは作らないといけないということであります。で各4先ほど言ったことに重複しますがキャント・エリスと当てはめが車の両輪だということですけれど。 規範定率は、まあ、事案の解決に必要な限度で規範定率をしているかどうかということですけれどあの規範定率には必ず理由がいるんだという意識を持ってくださいこの理由を書かない受験生というのは結構多いんですね、まあ、例えばですね何、まあ、か一例を具体例を挙げますと自後強盗罪というのがありますね。 ちょっと今条文を探しておりますけれど、自強盗罪が条にありますで。条文には窃盗が、えー、こ,のこれこれ、えー、と財物を連れてこれを取り返されることを防ぎ逮捕を免れまたは在籍を隠滅するために暴行または脅迫をしたときは強盗として論ずると書いてありますつまり窃盗犯人が所定の目的で暴行または脅迫をすると、まあ、自後強盗罪という犯罪になるわけです。 条文にはは暴行ままた脅迫とだけ書いてありますしかし自己強盗罪が成立するためには単に有権力の行使としての暴行あるいは被害者を依附させるだけの脅迫があればいいのかというとそうじゃなくてここにいう暴行脅迫というのは被害者の犯行を抑圧するに足りる程度の強度の暴行脅迫が あることが必要ですしまたその暴行脅迫はですね、いついかなる時に行われたというわけではなくていわゆる窃盗の機会窃盗の現場もしくはその継続的な延長とみられる場所で行われることが必要なんですねでもそれは条文に書いてないんですね条文に書いてないけれど判例も通説も当然この暴行脅迫は犯行を犯すに足りる程度でありかつ窃盗の機会に行われることが必要だとというふうに 解釈しているわけですそこで受験生の中にはです、ね、こういう問題事後強盗の問題が出て今その暴行脅迫が問題となっている時に事後、まあ、強盗罪における暴行脅迫は犯行4日数に足りる程度のものでありかつ窃盗の機会に行われたことが必要であるで規範定率終わりで本件ではこういう答案がよく出てくるんですがこれなんで犯行4日数に足りる程度のものが必要だって誰が決めたのどうしてそう言えるの なんで窃盗の機会に行われなければいけないのどこに書いてあるのなぜなのそれ何にも答案に書いてないんですねでこれは規範定理だけど理由が書いてない答案ということになるわけですだからこれはやっぱり理由をちゃんと書かなくちゃいけないわけですね。それは事後強盗罪がなぜ強盗として論ずられるのかというその事後強盗罪の立法趣旨さえ分かっていれば誰でも書けるんですね 強盗というのは暴行ををして財物を脱出する自己強盗というのはその逆転で先に窃盗をしといてその後自己強暴行脅迫をすると順番が逆転しても何で強盗の扱いになるのかっていうところをきちんと抑えればいいということになるわけですね。 まあ、あの今日はあの強盗罪の授業ではないのでそれこれ以上詳しいことは言いませんけれどそういったところで理由をきちんと一言書くかどうかこれがやはりあの勝敗の影を握るんですね担当式を受かった人が予備試験の場合担当式を受かった人が論文試験を受けるんですね。でさっっき言ったように、えー その担当式に受かった人ということだから一応の,その基本的な知識はあるんですねその人たちの中でい、まあ、わば、えー、論文試験というのは、まあ、競争してそれで、えー、その結論的には5人に1人が受かると,と5人の中の1人に入らなきゃいけない5人の中の4人ではダメなんだと。 5人の中で1人に残るためには例えば、規案定率をするときにきちんと理由を書いているかどうか多くの受験生は書かないんですね書かないと4人の方に入っちゃう書いた人は1人の方に入るとこういうことなんで規案定率には理由が必要だそこのところで理由はあの、えー、最低でも1個書いていればいいんですが、まあ、理想的には2個書くというのが、まあ、も,ものにもよりますからねあれですけれど、まあ、最大2個でいいんでそれ以上の理由はいらないと。 で最大2個ですか例えば教科書を見たら5つぐらい理由が書いてあるさあどれ書こうかと考えたときにどれを主張すると一番アピールできるかなと反対説を意識して判例の立場に立って判例の主張を正当化するにはどの理由が一番決定的な理由かなと自分で考えてその理由を選び出して答案には書かないといけないということなんですね。 そういう意味では、教科書を読んだとき教科書に理由付けが書いてあるとしても、それが答案に使えるか使えないかっていうのは、やっぱり常に考える必要があるということであります。それから、えっ、ー、と次の括弧5。当てはめが充実してるか。起案。定理とともに、えー、その自分が立てた。 基準に従ってその事例を分析していくわけですけれど当てはめが充実しているかどうかというところが非常に大事なんですが当てはめというのは事実を拾ってきて結論を示せばいいんじゃないんですよそこのところ受験生を取り違えてる人がいます事実を挙げてこういう事実があるよってこうであるっていうんでは当てはめをしたことにならないんですね これたびたび採点時間でも指摘されているところですけど事実に対して評価を加えて結論を出すと結論を出すといいですか事実に対して評価を加えて結論を出す例えばある行為者がですね被害者に対して刃渡り1 5ンチの包丁を胸に突き刺したという時に それが殺人事故行為と言えるか、あるいは殺人殺意が認められるかという時にですね、えー、かなりの受験生は刃渡り十何センチの刃物を被害者の胸に突き刺したのだからこれは殺人の実行行為と言えるあるいは殺意があると言えるとこれは事実を指摘して結論を述べただけですよね。でこれじゃダメなんんでで、すね。事実に対して評価の言葉を挟んで だからここううういいいいい結論になななるんだっていうととろを示さないといけないそうなると例えば刃渡り1 5センチの包丁これを見て何を感じるかまず一般的には歯の長さが1 0センチを超えたらですね 10cm も含めて1 0センチ以上になったらこれは殺傷能力の高い凶器であるという評価が成り立つんですね。 問題文に何センチなんてよく書いてありますけどそれを見たらそうかこれは殺傷能力の極めて高い凶器であるという評価をすることができるしそれを被害者の胸に突き刺したと胸ってどういう場所かこれは人体の水曜部である手や足とは違うんだと胸というまさにこの人体の水曜部で臓器もいっぱい詰まっている、まあ、あのところだというそこを突き刺した。 しかも切りつけたんじゃなくて突き刺したんだこれはその場所が人体の水曜部であるし行為対応自体もですね非常に殺傷の危険性の高い刃物の使い方をしてるんですね切りつけたのと突き刺したっていうのは全然違うんですねだそういうそのちょっとしたそのコメントっていいましょうか評価の言葉を挟んでだからこの行為は殺人の実行行為といえるんだ生命侵害の危険性が高いんだというふうに 答案に書いたらもうこれはもう非常に高い評価が得られるし当然合格点がつくということになる。だから必ずその評価っていうのは日頃の勉強の過程でいろいろ身につけるものではありますけれど、まあ、その場の思いつきでもいいんですよね。困ったら。 だから何,何でもいいから少し、なんで例えばこの行為が殺人の実行行為だというってことはこれ危険性生命侵害の危険性が高いということを言わないといけないんだからこの事実に対してそれが危険性が高いんだというその評価を加えてだから殺人の実行行為と言えるというふうにつないでいくことが必要だとこういうことになるわけです。それから えと結論のが妥当であることこれも先ほどそのえこの採点実感に述べられている基準から考えるとやはり合格答案と言えるためには結論が妥当ですということですがこれはあの先ほど言ったように問題文に認定された問題文に書かれた事実が証拠を持って認定された事実と仮定して 皆さんは裁判官の立場に立って結論を導くんですね検察官や弁護士の立場に立っちゃいけないんで裁判官の立場に立って結論を導くということになりますそうなると判例実務の結論の相場というものを知らないといけないわけです、ね、どんなに理論的に正しくてもですね、その結論が裁判実務からか大きくかけ離れた結論であれば高い評価を得られないわけです 例えば政党防衛の問題が出てある有力な学生に立てば明らかに政党防衛がその成立するというある学説からするとしても裁判所はこの事例でおよそ政党防衛なんてありえないというのが裁判実務の相場だとするとその相場から大きく離れた結論を書いた答案というのはどんなに理論的に素晴らしく書いても高い評価を得られない。だって 実務家の採用試験でこんな実務と離れた感覚を持っている人に実務は任せられないということになるわけですねだからそういう意味でその裁判官の立場実務の相場というものを知らないといけないと,と。実務の相場を知るためにはどうしたらいいのかっていうと結局日頃から判例の学習を充実させるということですねつまり判例の結論の部分は判死の部分だけを覚えると いうようよなな方法でではなくてですね当該判例の具体的な事案の内容に注目してこういう事実に対して裁判所がなぜそういう判断をしたのかというようなことをしっかり考えてそれを積み重ねていくつまり判例学習が極めて重要であると判例学習をしっかりやってないとですね実務の相場というのが分からないということになるわけです。 まあ、そういったああの点に注意して妥当な結論を導いていただきたいということです。最後に、えー、6番のところですが、出題傾向の変化に対応できる学習を常に取っていていただきたいということです。これは先ほど言いましたように、えーまあ、この見出しには多論点型事例処理問題か一論点型見解対立問題かというふうになっていますがあの、平成30年、あのこれ これまで司法試験は多論点型事例処理問題でずっとやってきたんですけれど平成30年のからですね平成30年は一論点型見解対立問題つまり多論点型事例処理問題というのは長文の事例を与えて皆さんに論点を発見してくださいで発見したらちゃんとそれを処理して規範定理して当てはめして結論を出してくださいそういう普通の事例問題なんですね。でそれに対して平成30年の問題は もう最初から受験生に論点を教えちゃうんですねこの問題はこの論点ですと教えた上でこの論点についてどういう考え方があり得るのかあるいはその,その考え方の対立点などをいろいろ根掘り葉掘り聞いてくるという問題なんですねでこれが平成30年と令和元年の2年間 この一論点型見解対立問題だったんですが令和2年去年の主要試験はですねこの一論点型の見解対立問題と従来型の事例処理問題の両方を出題しているということでありますで予備試験の方はまだあのこの多論点型の事例処理問題が続いておりますでただ予備試験が今後どうなるのかは、まあ、全く想像ができないわけですけれど に出題の形式が違うけれど形式が変わったからといって学習の方法が変わるわけではないしこの出題傾向が変,変化してもそれにちゃんと対応する学習を日頃からやっておけば何の心配もいらないということになるわけです。でこれはやはりあの先ほど述べたこととも関連しますけれど、まあ、暗記型 の学習から思考型の学習に転換するっていうことが、どんな試験形式にも対応できる盤弱な刑法の力をつけるために必要だということです。覚えることを最小限にすると覚えようとしないと常になんでだろうと考えるということであります。まあ、その枠が組みの中にまあ、えっ、ー、と。まずその何が問題となっているのか？ いうところをしっかりその教科書を読むときにはこの文は何が問題となっているのかという問題意識を持ってで論点についてはですねどういう対立があるのか判例や学説がどういうふうに対立しているのかで特にあの判例と学説の対立が激しくて学説がいっぱいあるという時にはですねもうそんな全ての学説を追いかける必要ないんで判例とその判例に一番対立する最も有力なね あの通説なのか多数説なのか分かりますけどその学説だけでいいんですそれ以外の学説は全部切り捨てていただいていいんで判例と判例に真っ向から対立する、えーまあ、あの通説的な考え方多数説の考え方がどういうふうに対立しているのかでそのたたなぜ対立しているのか対立の原因が一体どこにあるのか。 刑法の基本原理とどう関係してくるのか法益の保護とか人権保障という最終的には刑法というのは法益の保護と人権保障というのが2大目的機能ですけれどそれとどういうふうに関わるのかということをしっかりとその自分で考えるということですよね。でその上で判例はどういう立場を取っているのか。 でえまあ、自分はどの見解を支持するのかといってもそれは基本的な判例の立場を支持するわけですけれどそのなぜ支持するのかその理由づけをしっかり考えるということですつまり刑法の教科書を何遍も読んで暗記しようという姿勢はダメでむしろ暗記はしなく基本的にしなくていいとむしろ考え論点について考えるということに植えておいてえ勉強していただきたいということです。ただ マルにも書いてありますけど、考えればいいって言うんだけど。考える最低限の材料は。これは完全に記憶してないとダメです。例えば、それぞれの犯罪で言えば、保護法益は何か。例えば、パッと言って。じゃあ、横領罪の保護法益なんですかって言われた時に、ポンと出るかどうかね。所有権と委託関係ですというふうに、ポンと出るかどうか。という、この。そういう、それぞれの罪の保護法益と。から、罪の成立要件。 あるいは定義、ね、例えば詐欺罪の成立要件を言えたとしてじゃあ疑問行為の定義なんですかと禁の判例によればです、ね、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることというのが判例の定義ですがそれぐらいの定義はです、ね、ちゃんと覚えておいてパッと口をついて出,出てこなければいけませんそういう意味で最低限の知識がないと考える材料がありませんので、まあ、覚えるべきことは覚えないといけないわけです。 でただ覚える際にお経のように暗記するんじゃなくてちゃんとなんでこういう定義になっているのかというところを理解した上えで、まあ、確実に覚えるということですあの。うろ覚えではこれはやはり勝負になりません大体いいこんな感じっていうんじゃだめでちゃんと良い答案を書くためにはこの最低限の知識そういう定義や要件は正確なものでないといけません。 人間を忘れる動物ですから忘れないための工夫を意識的にやっているかどうかこれが大事ですよねですからまあ私は例えばそういう刑法の成立要件であるとか定義は単語カードを作ってでもいいからそれをもう繰り返し見てもう人間すぐ忘れるか忘れたらまたあの覚えるということを繰り返して何遍もやっているうちに自然に口をついて出てくるようになると。 いうことですので、まあそれは意識的にやっていただきたい。ただ覚えることは最小限でいいんですね。で、その上でやはり論点については覚えようとしないと、むしろ考えろとそういうことを心がけてやっていくと、このこのようなまあ予備試験にの論文試験を突破する基本的な力をつけることができると。 いうふうに思いますので、ぜひそれを実行していただきたいと思います。えー、今日はですね、予備試験の傾向のま傾向と対策ということで、えー、ま試験の傾向についてもお話ししましたが、えー、むしろそこから踏み込んでどういう答案がを試験員が求めているのかと。 いうところから逆算して合格答案と言えるためには何が必要なのかというようなことについて、まあ、お話をしました。まあ、もちろん一つずつあの、ある意味抽象的な話ばかりではありますが、個々の具体的な事例を使っての話ではないけれど、まあ、一般論として言えることはこういうことですので、まあ、こういったことを頭に入れた上でですね、ぜひ皆さん、効率的な学習方法をとってですね、あの、できるだけ、あの。 短期間にですね自分の志す試験の合格を突破していただきたいというふうに思いますまあ、今日の話が少しでも参考になれば幸いでありますそれじゃあ以上で今日の講演,講演はこれで終わりいたします皆さんのますますの検討をお祈りしております